ツをやったら誰でも頭が良くなってメンタルが強くなりたくましい体を手に入れることができる。そんなことはあらへんあらへん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマはスポーツキッズを伸ばす親の関わり方です。勝つことが全てだ。そんなスポーツ環境では子供は育たない。3ヶ月前に僕はそのように動画で語りました。そしたら思ってもいなかったことですが140件近くコメントをいただきました。賛同いただける声もありましたけど、もちろん反対の意見もありました。コメントありがとうございます。今回はその反対意見に対するおかっちからのアンサー動画です。アメリカでスポーツ教育を学び、現在和歌山でスポーツの学校を運営しているおかっちがスポーツキッズを伸ばすための親の関わり方を紹介したいと思います。この動画を見ればスポーツを通じてお子さんのコミュニケーション能力、自己肯定感、やり抜く力などの生きる力を伸ばすための考え方を理解できるようになると思いますので、最後までご覧ください。このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けてお子さんの天才性を発掘する、そこにフォーカスした動画を配信しています。よければチャンネル登録お願いします。あとツイッターとかインスタでも発信してますので、よければご覧ください。3つのコメントを紹介します。それでは行きましょう。まずは1つ目、スポーツがどんな人間でも成長させるのは嘘だとおっしゃいましたが、それは間違いだと思います。スポーツで勝ちを目指すがゆえに成長し、穴からこぼれ落ちたものは別の道で自分を成長させます。その過程で必ずスポーツをした時の経験が糧になります。コメントありがとうございます。まあ、確かに僕の経験を振り返ったら、まあ、スポーツで試合に出れなかった、努力しても結果が出なかった、そして自信を失って、周りからも嫌われて居場所がなくなった、そんな経験をしたからこそ自分自身がスポーツで自己肯定感を育み、コミュニケーション能力を身につけて自分の居場所を作れる、そんな力を育める教育を学びたい、そう思ったんです。だからそのスポーツのネガティブな経験があったからこそ今の僕がいる、それは間違いないんです。でも見逃せない問題もたくさんあるんですよ。スポーツによるいじめ、体罰、言葉の暴力、実際の暴力、そして何やろ、スポーツだけやってて勉強とか社会経験が乏しくなったり、スポーツを引退した後のセカンドキャリアの問題、いろんな問題がスポーツ業界にはある。で、それっていうのは勝つことが全てだっていう勝利至上主義が生んだ問題やと思っているんです。それでもあなたは勝つことが全てだ、そういう環境は子供のためになるって思いますか？僕はもちろん言えません。ノーですよ。スポーツによって知、徳、体、バランスのある人間に育つことができるっていうのは、それは過去の幻想です。周りにいる大人がどんなスポーツ環境を作るかによって、スポーツによって自信を手に入れる人もおれば、スポーツによって自信を失ってどんなことでも一歩踏み出せない、そんなメンタルが育ってしまう、そんなこともあり得るんです。少なくともスポーツにおける体罰やいじめを生きる糧とは言えない、そう思ってます。それでは2つ目のコメントです。あなたが試合に出れなかったのはコーチでも先輩でも環境のせいでもありません。あなたの努力不足です。周りのせいにすんな、ボケ。ありがとうございます。確かに僕が試合に出れなかったのは僕の努力不足、そして僕の怠慢、そのせいだと思います。でも世の中には努力をしたくても努力ができない子もいるんです。何を練習したらいいか分からへん。練習してもうまくいくかどうか不安や。怒られたくない。だから失敗したくないからやめとこう。以前の僕がそんな感じでした。
もう何を練習したらいいか分からへん。どうやったら上手くなれるか、どうやったら試合に出れるのか分からへん。で、新しいことやって失敗したら評価が下がる。もっともっと試合に出られへんのちゃうかと思うと挑戦できないし一歩踏み出せないんです。そんな僕のような子供って結構多いんちゃうかって思うんですよ。結果が全てだ、努力してないお前が悪い。もちろんそうです、分かっています。でもそれは言うのは簡単です。でも努力ができない子もいる。不安や心配な気持ちを持って一歩踏み出せない子もいるんです。だからその不安とか心配とか恐れとか恐怖とか、その気持ちをちゃんと受け止めてあげて、そして子どもの考えを聞いてあげて、どうやったらうまくなるんだろうっていうサポートをしてあげる。答えを教えるんじゃない、問いを立ててあげて一歩一歩ゴールに近づく、その道をサポートしてあげる。そっちに行けるんだよって勇気づけてあげる。そういう教育もお価値は必要やなって思ってるんです。だから努力不足だ、結果が全てだって切り捨てる前に、その子の不安や気持ち、心配な気持ちを受け止めてあげて、一つ一つ一緒にこう向かってあげる、そういうようなスタンスを持ってほしいと、で僕自身は持ちたいなと思います。結果だけではなくてプロセスも見る。そして目の前のパフォーマンスだけじゃなくて、パフォーマンスを出す前の準備とか努力とか、そこのね、目に見えないところにもしっかり向き合ってあげるということ。そうすることで一歩踏み出す勇気が湧いてくるんです。そして行動して努力していくことで、その子は成長し、スポーツだけではなくスポーツ以外でも活躍できる、そんなメンタルと体、知力、いろんな力が備わっていくんだと思ってます。それでは最後のコメントです。勝つための試合に実力ない選手はいりません。コメントありがとうございます。まさにおかっちのスポーツ環境がそうでした。もう下手くそやったから、もう僕が発言する権利なんてない。上手い人が偉くて、下手な人は発言なんて聞いてもらわれへん。そこにいてもいなくてもいい存在、それがおかっちでした。その当時はね、もうスポーツが全てだったんですよ。もう中学高校もう朝から晩までバスケのことを考えて、そして時間もエネルギーも魂も全てをその一点に集中していた。でもその場所で認められない、否定される、そこにいてもいなくてもいいんだよ、役に立たない存在なんだよっていうのを毎日毎日毎日浴びせられると、やっぱり自分っていうのはダメなんだっていうか、何をやっても無理で、この世の中全ての中で存在してはいけないんだ、いてもいなくてもいい存在なんだってやっぱり思っちゃうんですよ。で、実際スポーツの場所だけじゃなくて、スポーツ以外の場所でもみんな他の人とうまくコミュニケーションできませんでした。だってそのあいつは頑張っても試合出れない人間なんだっていう位置づけなんですよ。ランクがそうなんですよ。ヒエラルキーの最下層なんですよ。そのような扱いをされて、どんどん自分に自信がなくなって、自分のことが嫌いになっていきました。僕のような子はもう二度とスポーツで生み出したくないんです。だからこそスポーツに関わる方に伝えたい、親御さんでもコーチでも、そんな皆さんにお伝えしたいこと、それはその子のスポーツの実力と人間としての価値っていうのをしっかりと切り離すということです。スポーツのパフォーマンスが悪くても下手くそでも補欠でも、それっていうのはあなたの人間の価値とは全くの別物なんだよと、違うことなんだよっていうことをちゃんとメッセージで伝えるし、頭の中でちゃんとその意識を持つ、そうなんですよ、スポーツとスポーツの実力と人間の価値が違うっていう哲学を持つということ、その哲学からあなたの発言、関わり、行動、そしてどのような環境を作るのかっていうことに全部影響してくるんです、哲学が。だからこそそこが大事かなって思います。たとえスポーツでうまくいかなくても、あなたの人間としての価値は素晴らしいんだよって、それをちゃんと頭に叩き込んで、そういう姿勢で子どもたちと接するということです。だから勝つことが全てだ、勝たなければ意味がない、実力のない選手はいてもいなくても同じなんだ、そういうスタンスだとスポーツの実力イコール人間としての価値になってしまう。だからそのような環境では生きる力は育ちません。自分を肯定する力は育っていかないんです。だからこそスポーツの
実力と人間としての価値をしっかり切り分ける、その哲学を持つということ、これは僕はやっていきたいですし、ぜひスポーツに関わる親御さんと指導者の方にもそのような哲学を持ってほしいなって思います。以上です。スポーツキッズを伸ばすための親の関わり方を紹介させていただきました。もうね、本当に僕はスポーツによって青春時代がめちゃくちゃになっちゃったんですね。何をやってもうまくいかない、自分なんて無理なんだって、自分なんて自分の話なんて誰も聞いてもらえないんだって、心の余裕もなくてゆとりもなくて、思いやる相手を思いやる、そういう力もありませんでした。だから何をやっても失敗してすぐに諦めてしまい、投げ出してしまい、そして友達ともうまくコミュニケーションできず、居場所がなくなっていじめられて無視される、とても辛かったです。もちろんそれはスポーツだけのせいではありません。自分自身の問題が大きかったと思います。ただ以前の僕みたいに自信がなくて自分で考える力もない、そして要領よくできないって、そんな子もたくさんいるんです。もちろん社会はとっても厳しいです。大人である私たちが毎日毎日体験していることであります。だからたくましい、そして強い心と体を持つ、そんな子に育ってほしい、そのような気持ちもわかります。だからといって子供に大人のような社会のような厳しい環境を一番最初に与えることって本当にそれでいいのかなって思うんです。その子にとって一番最初にスポーツと出会ったきっかけがあなたなんだったら、スポーツイコールあなたになる、バスケットボールイコールあなた、サッカーイコールあなたなんです。だからあなたが作るその環境がつまらんかったり思んなかったりしたら、スポーツは面白くない、バスケットボールは面白くない、サッカーは面白くないっていう風になって、その子の人生の選択肢からスポーツが消えてしまう、バスケが消えてしまうかもしれないんですよ。スポーツを愛する人間としてスポーツが早い段階で切り捨てられるってことはとても悲しいです。だからこそ勝つっていう目標を決めて、そこに向かって一丸となってチームで向かっていくって、それはとても大切なことなんですけれども、それ以上にスポーツやってよかったな、楽しいな、ここにいてて自分もいいんだって、そんな楽しい夢中になれる体験を、環境を作ることっていうのはとても大事やなって思ってます。最後になりますが、スポーツって本当に素晴らしいって思ってます。僕は25歳の時にスポーツは可能性があるって思ったんです。教育のツールとしてスポーツは素晴らしいと思ったんです。心も体も、そしてメンタルも社会性も道徳もトータルで発達できる、そのような教材としては素晴らしいと思ったんです。確かに僕はスポーツによって自己肯定感を失い、もう一生消えない傷を負ってしまいました。でもその反面、大学時代でやったスポーツによって目標設定能力、自己肯定感、コミュニケーション能力、いろんな能力が身について、そして学校を卒業した社会でもそのスポーツで身についた力を生かすことができたんです。スポーツっていうのは社会の縮図である、社会をリハーサル、そんな場になったらいいなって思ってます。だからこれからも僕はスポーツによって夢中になれる体験を提供したい。その夢中になれる体験の中で、もちろんスポーツの技術、それはもちろんのこと、それ以外にも社会で活躍できる生きる力、最後までやり抜くとか、周りの人とコミュニケーションしてチームの目標と自分の目標に向かって頑張る力とか、低学年に教える力とか、いろんな失敗があってその時の感情をコントロールする力とか、そのようにこれからの先が見えない社会を生き抜く力をスポーツによって育んでいきたいと思っております。以上です。こんな感じで、おしまいなんですけども、少しでも勉強になったとかためになったという方がいたら、高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。そしてミスターおかち、一つ告知なんですけども、この2020年9月に
子どもの生まれ持った才能とか魅力を発掘するアウトプット型のオンラインスクールを開講しました。何も難しい手続きいりません。 LINE で友達追加をしていただいたら毎週動画が LINE で配信されます。好きな時に学習できて、そこの課題を答えるという形で、そういうふうに、進んでいくようなプログラムです。2020年10月末までは無料となってますので、お早めに、興味がある方はご登録ください。はい、ということで、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて天才性を発掘することにフォーカスした動画を発信しています。興味がある方はチャンネル登録お願いします。はい、ということで、今日も一日ありがとうございました。それではワンダフルな一日を。ありがとうございます。スポーツはいいよ。